序盤はこう競って競って取る場面、セットも取る場面が多かったんですけど、後半になってからちょっと粘り負けするようになってきたので、そこをもう一度チームで話し合って、まあ、やっていこうっていう風になったので、まあ、チームみんなで頑張りたいと思います。で、個人的にはもっとレフトが1枚ブロックで打てるように、私自身もしっかり相手を引きつけるようにもうちょっと決めたいなと思います。年明けから少しずつゲームに出るようになって、まだこうボール感覚だったりコートの感覚っていうのが、やっぱり11ヶ月コートから離れてたということもあって、少しずつでしか戻すことができてないので、チームがその苦しい時に少しでもこう変化をつけれるようなプレーをしないといけないなっていうことで、少しでも早くいい状態に持っていけるようにしていきたいなと思っているところです。リハビリ中は本当にもう一度コートに立てるようになるのかなっていう不安が拭えないままずっと過ごしてたんですけど、まあ、まだまだの状況であってもやっぱりこうしてコートに立つことができたということで、まあ、そこまでたくさんの方の支えがあってだったので、まあ、純粋にその人たちに対する感謝の気持ちでいっぱいでした。コートで一緒にいるだけでやっぱ私は嬉しいです。ありがとうございます。コートに入っただけでこうやっぱりチームがちょっとパッて明るくなるんで、うん、いてくれるだけで嬉しいです。ありがとうございます。天然です。そんなこと言えない。プレー中以外のそのベンチからコートに入るときにコンセントにつまずいてこけたりとか、練習中に単純な算数の問題を出されたときにちょっとみんながびっくりしちゃうような答えを言ったり、本当に天然だと思います。おめぐさんはなんていうか、もうバレー大好きでもう超真面目って感じなんですけど、見た目はもうプリンセスなんですけど、見た目はでもちょっと中身が面白いかったり、おちゃらけたり、まあ、とにかく楽しいです。毎回ホームゲームではたくさんの方に応援に来ていただいて、本当にその応援が後押ししてくださって、いい内容のゲームをすることができていると思うので、引き続き応援していただいて皆さんと共に戦いたいと思いますので、応援よろしくお願いします。岡山大会でも皆さんの声援を背に力を出せるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。せーの、最高。